日清ブレイキングダウンルールだと勝てないと思う。いや俺だ、うん、結構負ける気しないんですよ、誰にも。だよね、いや、多分いや、本当に1分だったら僕、みくるさんにも勝てるんじゃないかいや、でもマジでやったこれ、これ、これ対談の時言ってよいや、ほんまに笑いなしで、マジで思ってて1分だけだったらマジで本気でいけるし、でもマジで本当に強いと思うなんか多分そのために生まれてきたんじゃないかみたいな今、4かな ?5 かな ?5 か、5、6、7、8、9出てます。5-0 か、5-0っす。なんかね、なんか安心感すごいもん、ね、なんか絶対負けないですよねいや、マジでライジンの時のなんか日誌はちょっとどうかなってなるけどメイキングダウンの時は負ける割は見えないもん、全く。例えばさ、そのまあその団体とかそのもう、はい、全て取っ払って、はい、次ブレイキングダウンで 誰でもいいよってなったら、団体とかそれ、ミクルさんのしばきたいですよねこれ、いつもボコボコになれてますよ絶対どうか回ってから喋って危ない危ない危ない回ってから絶対日頃の恨みをね、話さないとねでも、1分ならでもワンチャンあると思う。そう、体重は体重はまあ、別に何キロでもいいですね、ミクルさんできるならえ、今差はあるの。そういや、まあ、ミクルさん結構70後半ぐらいもあるじゃないですか、もともと僕、70前半しかないんで。ああ、全然違う。まあ、でもブレイキングダウンもあれですよ。毎回僕、66で前日だって試合してますけど、今回も 72.5 だったし。バラバラでやってる。そう、横田さんの時は75でやらされたし。それでも勝ってるからな。はい、足りねえよ、ごめんなら。マジで全然違う。確かに、だって、ディープ元チャンピオン行って、K1 王者行って。親父狩り何したりって思うから。でもさ、なんか、現役の立ち技のチャンピオンとかワンチャンあるんじゃない。いやもう1分やったね。ね、1分だろ。あるじゃん、行きそうな気がするよ。マジ1分の爆発力やばいよ。取らないですか、そろそろもうじゃあ、あれ、ご視聴ありがとうございました。いや、こんな感じで撮るか、じゃあこんな感じ、もう一回やろう、これ。もう一回、ワンチャン。いや、ワンチャンできるよ、別に。ワンチャンできるよ。本当にすごい。でも普通、あれっすね、普通の格闘から出たくないっすね、絶対。あ、普通、意識しかないから。すごい、俺やりたくなるの。やる必要もないし、絶対ちょっとやってみたい感じはあるけど、でもリスクがでかいからね。確かに。いやすごいね、やっぱり。カイさんと一分にめちゃめちゃやっぱ合いそう。危ねえ、危ねえ。やっぱすごかったっすね。すごかったっすね。何撮ったいけんってもうこれオフの時にさ、ダメよそれ。まあでも、ぶっちゃけっすけど、別に変わんないっすから。全然このままだよ。なっちゃうよ。さすがです、さすがです。お前が、俺らが欲しかった、以上までやべやべやべ、これちょっと、ニクさんがボコボコされたことやって、やべえわ。どうしよう。俺らが欲しいやつ、以上のやつが取れちゃったっていう。これ大丈夫、俺ちょっと泣きそうでいいか。泣きそうでいいか。やばいわ。いやちょっとみくるさんはしばかないと、はい、並んでいただいて、あちらに。みくるさんはしばかないといけないかな。おい、ボイスにも乗ったんじゃねえぞ、この野郎。1分だったら、1分だったらね。1分、俺がやるの1分の話だ。負ける気がしない。負ける気はしないっすよ、負ける気はしないってことで。はい、ということで、検証結果、やっぱ調子に乗ってました。しかもめちゃめちゃ。いや、調子乗ってないですよ、別に。これ普通の僕ですから。確かに確かに、これが普通ですからね。そうです、そうです。そんな負けること恐れてはね、勝ちにいけませんから。いや、そうだよ。はい。でも本当に今はまあ調子に乗せまくったけど、結構本気で俺も言ってて、本当にブレイキングダウンルール最強だなって思ってるから。そう、マジで強かったね、今回。うん、怖いな。10秒ぐらいでね、バシーンって。そうだよ、すごかったよ、ね、クラウスを10秒でダウンさせた男だから、うん。まあそうですね、伝説だよ、これは。そうですね、生きる伝説だよ。いやいや、もうそれ A から早く大事に勝てよみたいな話になりますから。急にテンションこれダメやって、ほんまに。顔の話聞こえる。ダメやで。さっきまでの距離。いやいや、もうあれなんですよ、もうまた来週、まあ今週ぐらいからね、練習行くじゃないですか。で、みくるさんにボコボコされるのがちょっと目に見えるなと思ってね、これ。もうでもね、兄貴に散々練習でやられてるからね。そう、でもまあ日頃の雨晴らす時はやっぱりブレイキングダウンでしかないですか、僕からしたらね。そうですね、おかしいこと言ってんじゃなくて、それしかやりたくないんですよ、逆に。確かに、ライジンルールで勝てっていうより、ブレイキングダウンルールの確かにワンチャンあるかもしれない。そうそう、1分間もう死ぬ気で頑張ればいいわけじゃないですか。そうそう、確かに。まあ言ってることは間違ってないよ。うん、いや、いい映画撮りましたね。いや、びっくりしたわ。本当になんか仕込みなんじゃないかぐらい自分からすごい喋ってくれるから。でもいつも通りですよ、別に。本当にいつも通りなんですよ。まあ調子のほうが言われるんでしょうね、僕も。いやでも日誌はね、このキャラで行った方がいい。うん、でこれでなんかその自分を追い込んで、その強くなっていけばいいと思うんだよ。
キャラじゃないよな、それが。ナチュラル。ナチュラル。最後までご視聴ありがとうございました。